15分後、結構水が出てる。あと5分ぐらい。今回は全部で20分ぐらいで塩は良さそうです。塩を振って水が染み込まないから不思議だよ。いや、違う、塩分が出るんだよ。油乗ってるな、これ。水だけだ。顔っててわかる。まあ、確かに、太ってるとこ抜いてきたからね、水だけだ。油だってことだから。前回小肌をつけた時の取っといた酢、下酢です。冷蔵庫で取っておきました。これで酢にならします。いきなり本物の甘酢でつけると薄まっちゃうから、まあやっとね、これは入れちゃいます。酢につけやすく、つけやすくするわけ。こうやっていけば並べといて、ね、綺麗に、ね、出るでしょ、うん、ちょっと軽く絞って、うちで作った酢だからね、間違いないよね。酢と砂糖、酢で作ったやつじゃないから、うん、酢と砂糖を混ぜた甘酢です。自家製ですよね。うん、今入ってるっていうことは包装されるわけね。そうだよ。うん、じゃあいい声にしないといけないね。大丈夫、そのままで十分味があるから。ね、一曲歌ってもいいよ。
そう。じゃあ明日から。いやこれやるのかな。いつか。いつか。うん、よかった、この台風の中を来ていただいて。ここ今日は目指してたので。そうですか、ありがとうございます。また呼んでるんですよ。え、富田先生と一緒。え、女性の方ではないんでしょ。男性なんだけど、ええ、6代目。6代目、何年やってるんでしょう。体の中で。ええ、ええ、ひっくり返すときのために上の段のやつは向きを変えています。で、絶対に手を触れないようにって、こうやって鍋を振ってこう満たす。酢で17分ぐらいつけます。それまでに半分の時間が経ったらこの上のをひっくり返します。